にちは、りさ、なつこ、なな、なおか、ちょか、私たちが次回でーす。皆さんもうお話題になってるので分かることでしょう。極激辛ペヤング激辛ファイナルが出ました。いつだっけ、去年一昨年かなぐらいに、ね、そう、極激辛ペヤングがペヤングさんから発売された時に5人で挑戦したんですけど、まあ今回は私が一人で戦いたいと思います。いやでも素晴らしいよ。ちょっと待って、皆さん多分みんなに食べてほしいよね。別にいいって言ってるよ、うんうんうん、いやみんなに食べてほしいので、私が食べるタイムをみんなには予想してもらいます。あ、はい、うんうん、はい、最終的に前後5秒外した人食べてもらいます。はい、まあでも全部食べろとまでは言わないよ、鬼じゃないから。私も一口食べてもらいます。え、もし食べれなかったら、最後まで食べなかったらギブアップするから、私が、うん、ギブアップって書いてください。 YouTube でさ予習しようと思ってさ、うん、見てきたんだけどさ、うん、ビビってしかない多分辛いですこれ。辛いというかもう痛いだよ。だってもう泣いてるもん、顔に。前回もジェカちゃん、うん、泣いてたじゃん。泣いてたじゃん。涙やばい。その2倍だからね、辛さ怖いなではそれでは行きましょう、はい、せーの、 Let's make a party。 やだなはい、はい、ということでこちら時間考察タイムチーム、イエーイ。はい、私たちはね、はい、今日ジュカが食べる極激辛ファイナルを何分であの子が食べれるかを予想していきたいと思います。いやー、難しい。結構むずい。やばいと思う。どっちかだよね。そう、本当どっちかもうギブか。ギブアップだった場合はギブアップって書くけど、うん、あの子が食べきった瞬間もううちらは一口を食べるっていうのは確定するから、ね、ちなみに参考程度にですけど、前回うちらが極激辛を食べた時の時間のタイムは4分23秒、うん、すごかった。早かったよね。ガチ早かった。マジで早かった。ノンストップだった。止まっちゃダメっていうのを分かってたから、そうもうひたすら食べてたじゃん。それを今回もできるかが肝だよね。そうでも多分ね、止まらないと思う。そう多分もう勢いでバーっていきそう。前回ナナちゃんは15分ぐらい、約15分半とかで、ね、で私が18分ぐらい。18分ぐらい。でまあ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 今回ロンガイ今回一応お助けアイテムを食べながら食べて OK ということなので、アイスやらヨーグルトやらは一応準備してるんですけど、まあ、ジュクがそれを途中で食べるか食べないか、そのあれはね、そうタイムも変わってくるから、それも含めてじゃあ予想していきますか。はい、はい、うわー、むずいかな。むずい。しかもさ、うちらの一口が、そう一口から、そう、うちらも食べるからね。結構ガチで予想したい。どうだろうなー。では皆さん書けましたか。はい、一斉に分数をオープンします。オープン、ダーン。1人ずつ言って。おっ、待って、みんなさ一桁だね。1人ずつ言って。じゃあリサからいきます。リサは10分とかかなって思ったんだけど、まあガーっていくと予想して9分47秒。ギリギリ長いね。私は5分22秒です。割とだね。そう、前回ちょっと4分ぐらいだったでしょ。4分20分ぐらいだったから1分ぐらい、まあプラスでいいかなって、ね、ジュカだったら割ともう勢いでバーっていくんじゃないかなっていうのを予想して5分22にしました。私はですね8分52秒です。120って何が0コンマこれね、2倍だから2倍した、うん、ジュカはギブアップはしないだろうなっていう希望を込めてこれくらいで頑張ってくれって感じです。私は4分17秒です、うん、前回を奪われるもう最新出しちゃったね。前回よりも5秒早いと見た。おー、いやなんか結構いきそう、ジュカなら。
で信じてるよ。まあそう、みんなね、ギブアップがいないから、ギブアップいないね。みんな信じてはいるっていうことですね。うん。じゃあまとめると一番早い予想が奈々ちゃん、はい、ね、4分17秒で、一番遅い予想がリサ9分47秒もうね、そう、もう10分以上いったらもう、ね、終わり、ギブアップも終わり、もう終わり、終わりです、終わり、終わり、うわーマジか、それがギブ、ギブって言う前にアイスとか詰め込もう、そうだね、食べる食べるって言って、そうそうそう、何としてもいろいろ切らせよう。じゃあ早速、はい、ちかちゃんには頑張っていただきましょう。はい、ということでタイムが出揃ったということなので、こちら、うわー、うーわ、もう、ね、マジで湯気だけでやばい、湯気だけで喉までくる、えっ、やばかったよね、やばかったわ。で、今回ちょっといけるか不安だけど、いやでもやっぱ食べきりたいよね。見た目はさ、うん、え、変わんない、マジで変わんない、なんかもっと赤いと思ったのにさ、うんうんうん、結構普通のなんか、うわ痛い痛いみんなのね力を借りようと思って、そうだね、そう、私今日ジカティ来てきました。私たちは全力で君を応援することしかできない。そうだよね、あ、そう、あ、結構ね、結構そうそう、自分たちのためにも全力で君を応援するよ私たち。マジでも私はちゃんと正々堂々を食べるね、うん、そう思ってる、うん、頑張ってね、はい、じゃあ行きますか、待って、行きましょう、心の準備はよろしくて、お墓ほっといて。OK。OK。いきます。はい。よーい、スタート。頑張れ。頑張れ。止まる、止まるな、止まるな。いけいけ。もういけいけ。何にも喋らずいけ。頑張れ。絶対に止まってはいけないよ。そうだよ。次回いつも通り、前回通りでいいよ。いいスペース。いいスペースだよ。もう止まらないことが大事。次は次回ならいける。もう新記録出せちゃうから、次回なら。マジか。いけるよ。頑張れ。予想以上に早すぎて、なんかもう3口目からすごい躊躇、うん、
あもうそうなんだ、うん、もう風体が拒絶してる、もう受け付けない、無理無理無理ってなってる、震えてたもんね、マジで震えた、汗も止まんないし涙も止まんないし、極激からとさ何人が違う、こんなにね傷跡残さなかった、あっちは前回は、うん、あ喉痛いなくらいで終わったけど、ずっと喉痛いしずっと口の中燃えてる、怖すぎるわ、何もうやだきっとね、みんな早く食べても途中で休むだろうなっていう考えを持ってただろうなと思ったから、絶対一回も止まんないで早食いしようと、すごいよ、ほんとにすごい、にしてもなのよ、え、そう、だってもう、にしてもあのね、上回る、な、何上回りすぎなのよ、前回も、前回は、なんかさ、止めたかったの、そう、食べてほしかった、止めたかった、止めたかったけど、震えてるのを見ると止められなくて無理だった、いや、マジで、止めてたら、ギブアップって言ってた、まあ、無理だった、そうなんだ、ということで、罰ゲームの人全員ですね。全員か。全員か。うわ、最悪だわ、マジで。本当に嫌だ。じゃあ、罰ゲーム組の一口はこちらです。はい、あー。いやー、食べて欲しかったんだよね。いやー、すごいね、一口でも。まあ、今回、夏子はちょっと喉の手術したばっかりなので、はい、刺激物は。急にはあれなのでみんな頑張ってて応援してるね、いただきます、塾があんなに頑張ったからね、そうだね、もうそうだよ、そうだよね、そうだよ、塾頑張ったバトンもらった、なんでよだれよえって言われてたよだれが大洪水の中えっくっ影響きてる、体がさ拒否反応だよ、やばい、上の心の感じだね、いや、めっちゃもう緊張する、で心臓が爆発してる、わかる、やばいやばいやばい、食べるよみんな、はい、すいません、いきまーす、ごめんなさい、頑張れ、持って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 、いいぞ、いくよ、本当に怖い、本当に怖い、本当に怖い、待って泣きそう、はい、これはもう勢い、やばい、マジで罰ゲーム、3人いきましょう、いただきます、浄化してるの、どう、ななちゃん、うわ、この一口だけでもこんなに辛さ続くんだね、口の中で、しかもよだれ出てくるよね、めっちゃね、やばい、え、ずっとまだ口の中残ってる、え、痛い、マジで痛い、ずっと残るの、よかったね、バニラアイス必須だよ、本当に、汗かいてきた、うん、汗かいて、喋らないよね、うん、無理しないで、マジでやばい、汗すくの早くないでも、ね、痛いんだ、喋ったら痛いわ、痛い、一回ダウンタイムやろう、ということで罰ゲーム組お疲れ様でした、お疲れ様、いやーなんか3人がねクールダウンしてる間にこっちはすっかり元気になったんですけど、ね、あの冷たいもの摂取しすぎて3人でもバニラアイスないと多分マジで無理よ、乗り切れないよね、生きていけないよね、最強だった、どうだった、なんかずっと固まってたけどアイス足りない、足りない、一個じゃ足りない。一口で一個じゃ足りなかったから、10巻の量食べたらアイス10個ぐらいしてる。そうだよ。やばいね。夏子は多分唯一無事な人だから、ね、応援して。看病、看病しに行くからね。一人だとおいしいで、消化、冷やしてあげる。冷やしてあげるから。冷やしてあげる。お前もう喋るたびに痛い。やばいよね。まだスースーする。スースーする。スースーする。そう。
はい、もし挑戦する人がいましたら、はい、本当にバニラアイスは必須で買っといてください、うん、あと、はい、食べる前にねヨーグルトであの胃の環境を整えたりとかねして、そうですね、存分に対策を練って食べてください。そしてあのペヤングさん、できればファイナルで最後にしてください。お願いします。ガチでもう無理よ、もうこれが限界よ。でもさ、ファイナルって人で次出したらさ、うん、詐欺師だよ、うん、本当に確かに詐欺だよ、名前が書いてあるのに。でもさ、確かにリターンとかあるかもしれない。やめろってそれ言わないで2年後ぐらいとかにさ、あ、やばいね、それは。めでたくみんな仲良く食べれてよかったです。みんな終わりました、お疲れ様です。飲み切りました。お疲れ様でした。ということで、この動画が面白いと思ったら高評価、コメント お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。せーの、バイバーイ。